一口の話、片付けチェック始まりました。今週もよろしくお願いします。お願いします。1つ目の一口の話、片付けチェックのお時間でございます。こうやって、番組が開けられて終わっていくんだなっていうことがよくわかる。今日見ないと損しますよ。今日も超一流の一口の話のお二方をお招きしております。はい、それでは自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。かねちゃんです。あきらちゃんです。というわけで、この企画はですね、はい、一流一口を出してやるかねちゃんがあきらちゃんに、その相馬眼を遺憾なく発揮していただき、過去にクラブから募集され実際に競走馬として走った馬たちの募集時の写真と動画から一流馬を見分けていただくというものでございます。はい、視聴者の皆様もぜひご一緒にお考えください。前回なんだっけ、先週やったやつ。父が同じで母系がロベルト系というか同じ系。そうね、ロベルト系に父なんだっけ、ボルフェーブルとか。あ、そうそう、オーソリティのやつだ。はい、そうなんです。なんか正解率が高かったんですよね。みんなさ、コメントでどやっちゃって、和牛さんが壊ってたぞ。なんか感想欄で分かっちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、参加していただき、みんなすごいなと思って。すぐ分かるな、うん、俺には一切分かんないですけどね。すぐ分かったけどね。さすがですよ、本当皆さん。そうですね、はい、感想もいただいてましたけど、はい、やっぱり今年は、格付けチェック方式で出資も決定するってね。小町企画も答え合わせは2年後3年後っていう。そう、どうしたらいいの？あの、全部を見てってこれが一番良かったってやると、その勝ち抜き戦みたいな感じで、これいいなっていうのを3頭ぐらいピックアップして、 ABC みたいなので小町さんが選ぶみたいなのがいいんですかね。また揉めますか。揉みますか。揉めません。揉めます。揉めません。馬はお騒ぎ禁止。というわけで今回はですね、ディープインパクト3区、おー来た、さらに同年代同クラブ縛りでございます。分かりやすいですよね。もうなんかどっちか分かっちゃった感じ、はい、もう分かった。何も見てないですけど大丈夫。もう分かっちゃったな。一応出しといてじゃあ A。 なるほど、 A ということでね、もうディープインパクトの3区、はい、子供に出資することは叶いませんが、はい、ディープインパクトといえば、かねさん、そう、レジェンド種馬ですよね。はい、あのレジェンド種馬の子にどんな特徴があったのか、さすが超一流。目で語ったのね、レジェンドだよ。ありがとうございます。走るディープサンクと、まあ、そうじゃないディープサンクを見極めるポイント、僕も勉強中なので、2人にぜひ教えていただければ、幸いでございます。お任せください。よろしくお願いいたします。今週も張り切ってまいりましょう。こちらでございます。どうぞ。どうですか、画像を見たら。なるほど。なるほどね、じゃないね。ぼんやり見るとやっぱりちょっと似てるかなっていうのはあります、ね。ディープっぽい。うん、両方ともきっちりついてますね。どうですか、ディープインパクトサンクは。いや、なんかシュッとしてますよね、やっぱディープのサンク。うん。いかにもごついというか、うん、パワフルな感じっていうのはあまりこの2頭がないですよ。そうですよね。ああ。うん、もう同じなんですね。もうこれディープインパクトっぽくないですか。あ、一流ポイント。確かにそのなんか僕の好きなガチムチ系ではちょっとないんですよね。はい、はい、ということでじゃあ動画を見ていただきますか。はい、はい、じゃあ A の動画からどうぞ。はい、はい、そんな感じです。そんな感じかすら顔が、あ、アキラさんに顔がいいの質問を来てた。ああ、そうですね。一応コメント返したんですけど、やっぱいい顔の馬走るってよく聞きますし、僕もそう思ってるんで、もう金梨さんが選ぶのはどっちかっていうのはもう分かりました。おお、金梨チェックになってるもん。はい。これで出さんできた。これスカウターで分かりました。おお、戦闘力が見えた。はい、よし、はい、そしてですね、今回はあの実績を、両馬の実績というのを言うのが忘れました。あ、そうでした。まあ、お分かりですよね。はい、はい、あの超一流の方は、まあ、最低オープンは行ってんじゃないかな。あー、なるほどね、はい、さすがですね。はい、今回はですね、オープン馬です。超一流のオープン馬をご用意いたしました。ディープインパクトサンク、はい、そしてどうですか、やっぱり超一流と比べる馬、難しいですけど、うん、どんな感じだと思いました。まあ、未勝利です。せっかくだからもうちょっと張っていいんじゃないですか。せっかくやるんだから。、まあ、オープンといってもね、重賞勝ちもあるバリバリのオープンバーでございます。
果たして2人が選んだ答えはどうなってしまうのか。せーの、A。 最初からもう、そうですね、これは A だ。じゃあそのガナヤさんからお伺いしておきますか。ディープのサンクはごつい系よりディープインパクトっぽい、ちょっとこじんまりした、こじんまりっていうのかな、ちょっと華奢に見えるんだけど、ちっちゃいものが走るのかなみたいな。違うけど黒い方が走る。へぇ、また知らんけど、また知らんけど。真面目な話すると、その歩き方、後ろ足の踏み込みが、最近踏み込みの話よくするね、彼女ね。そこしか見てないですもん。そこしか見てない。あ、でもそこ特化してもいいかもしれないですね。踏み込み特化ね。そこだけ見て、あとはおじさんかお姉さんか、どっちがいいの、おじさんかお姉さん。今日両方おじさんだったんで。あ、そうか。そうそうそう、踏み込みがじゃあよか、はい、っていうのと、ディープの体格というか、華奢な方がいい、あと黒い方がいい、黒い方がいい、まあ、3つのキーワードいただきましたね。うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あきらさん、この動画の動きが、B が全体的にちょっと重苦しいっていうのと、前も硬かったし、で、A の方はやっぱりこう、ディープさんクラシック、まあ、軽やかというか、リズミカルに歩けてたなっていうのが印象なので、で、顔も A の方が好きなので、ただ、あ、保険になっちゃうな。B は確かに動画は動き悪かったんですけど、顔が可愛いんで、顔が可愛い。ツアーに行った時に、どっちにするかはちょっとわからないかもしれない。噛まれたら B に行ってる、噛まれたら B に行く可能性がある。幼い感じなんで、成長力があったら怖いなっていう。襲う生まれ。襲う生まれではないかもしれないですけど、襲う生まれではないかもしれないけど、ちょっと顔つきが幼い感じがあるんで。A と B 両方に噛まれたらどっち。あー、でもね、いや、もう A じゃないの、 A 出してんだから。そうっすか。いや、 A ですよ。 A 出してめっちゃ迷ってたよ。 B が可愛い、可愛いんですよ。あー、 B の馬の生年月日は4月30日。結構遅い、これ。あの、普通にこの立ち姿動画見たら A で、 A の馬の、生年月日はもうあれです、1月13日なの。あー、大人だ。発表します。はい、今日はどうも、はじめまして、こまちです。正解は A。 お二人ともお見事。カナヤさんに至ってはもう最初からもう見る待てもなくということで、素晴らしい。すごいですね。超一流ですからね。グータッチ拒否。そうですね、あの、野村監督がこうやって手出したらこうスルーされちゃったみたいな。あれと一緒ですね。落合のこれとも一緒だね。あの、落合さんの、あの、球団社長のこの知りませんみたいな。そうそうそう。ということで、はい、今日はちょっと出演しとこうと思ってそっちに行きました。そうですね。お二人のお見事、正解は A。 A の馬は今回分かりました。クラブ縛りちょっと分かんないですけど、キャロットですか。アキラさん、お見事。 G1 レーシングでございます。全然違う。G1 レーシング、もう一回使ってますか。G1 レーシング、絶対間違ってるのを使われる。ダメだろう。ということで、正解は A。 1月13日生まれ、 G1 レーシングの、オープン馬といえばカナさん。そう、サングレーザーだね。おー、はい、札幌記念館で福永祐一騎手で、買っています。サングレーザーですね。すごいじゃないですか。はい、マンティスハントの2014ジェイドグリーンと、同じですね。で、サングレーザーは、まあ、あの、ディープインパクトで、母父側のデピティミニスター系というね、まあ、有名なニックスではないですね。はい、はい、武豊騎手がずっとね、デビューから7戦乗って、未勝利と500万を勝った後は、福永祐一騎手にバトンタッチをしてですね、そのまま、あの、8区の4連勝、クリスチャン・デブーロ騎手でスワンステークスを勝ち、マイルチャンピオンシップ3着、阪神カップ3着、翌年、2018年、4歳の年ですね、マイラーズカップを制覇すると、その年の札幌記念も勝ち、天皇賞秋2着、そして2019年の札幌記念2着を持って引退という、輝かしい成績を残した。 G2 まで勝った G1 2着、ほぼ G1 はサングレーザーっぽいっぽい、確かに毛色的にも言われたら、あ、確かにっていう、まあ、毛色はそうだよな、毛色は変わんねえからな、はい、ということで、お見事ですね。歩き方も良かったと、4億円を稼いでるね、素晴らしいもんですよ。そしてですね、あの、未勝利の方なんですけどね、B の馬、
4月30日生まれリープインパクトというボンバルリーナの2014。それでいいのか。いいんですよね。だからこれすごいな。スミー厩舎に入る予定の150万円募集価格、6000万円の馬なんだよね、はい、でこれ北のインパクトとかのお兄ちゃんに当たるのかな。いやすごいですよ。もうだから、まあ、あの結局ねディープサンクだから高いんですけど、うん、基本的にはサングレーザーは4000万円で、このリープインパクトに関しては6000万円。リープインパクト3区で未勝利の馬を探してたんですよ。そしたらリープインパクトという馬がいたんですよ。これにしよう。ここからスタートしました。場面募集経てこれに決まってるわけですからね。そうですね、なかなかの強いハートですね、これはね。というのは思いました。はい、この馬はですねデビューができなかったんですよね。怪我をしてしまってそのままデビューできず、2歳の11月に引退。もうその段階でちょっともう無理だってことになったんですね。そうですね、まあ、ボーンシスト1歳の時に発症して、まあ、その後結局良くならないということで、2歳の10月の時点で悪化傾向で、ここからまあ治療をして、でまた育成やり直してデビューするのは難しいという判断で未出走引退が決まったということでございまして、やっぱり6000万円だよ。150万円一口払う馬が未出走で引退する、まあ、お金は返ってきますけどね、未出走なんで。これは辛いなと。いや辛いっす。こういう馬はやっぱり選びたくないなということで、教訓としてですねここに出させていただきました。3歳の2月になっても入厩すらできないアロゲートの3区もいます。アキラオス東に住んで出てたよ。無理やりな。今回の結果いかがだったでしょうか。皆さん分かりましたか。分かった分かった。軽い。僕はさっぱり分かりませんでした。でも2人ともすごい正解率やっぱ上がってきてるね。そうですね、やることね。ガイナさん特にどうですか。全く分かんないって言ってた人だけど、なんか差をつけられてしまったみたいで、悔しいわ。でも踏み込みしか見てないよ。うん、でも結構その踏み込みがとか動画でいいなって言ってる馬の正解率は高いような感じですよね。アキラさんでもカイナさんが選ぶ馬分かったって言ってたけど、はい、 B が動画でちょっと重苦しくって動きが、うん、で踏み込みも浅かったので、あ A に行くんだろうなっていうのはありましたけど、イコール僕もいい馬だと思ってるので、まあ、必然的に A になりましたけど、まあ、ディープインパクトの、ね、特徴が、まあ、これは走るディープインパクト3区の特徴をしっかり捉えられていたということだと思います。金谷さんの言った通りだったので、ね、黒いし、うん、そうそうそうだ、全部だからその通りだと思う。佐古いっぱいですよ。確かにちょっと絶好調ですね。神がかってきました金谷さん。まあ、来週も小橋さんは出れないということで、まあそうですね、うん、今後出ることがなくなっちゃいますよ、ね、ないと思うよね。日曜日は小町に会えないよみんな。まあ正解発表の時ぐらいになっちゃいますよね、はい、ということで来週もお会いしましょう。さよならさよなら。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。来週また必見ですよ。あの種牡馬、あちなみに答えはマジで